と嫌。この3月までの売り上げを今日は聞きたいと思います。売り上げの発表。マジで初めて聞く。なんと今日社長からお手紙届いてるので。おーマジですか、はい、どうしてくれー。いただきました。それでは白畑一歩社長からいただいた手紙を開封したいと思います。おっ、はい、ゴキジャパン春のファン祭りをお楽しみのイザナギメンバーおよび参加者の皆様、ご機嫌かましてますか。イザナギの圧倒的何これ敏腕敏腕ビンマンプロデューサー白畑一歩です。3月末時点での現在の売上枚数は1104枚。2月末時点でのアルバムの売上枚数を発表したいと思います、はいはい、現時点でのイザナギファーストアルバム国海の売上枚数は607枚。ということはほぼ倍増えてる。ダンスショーケースに加えて、はい、メンバーソロパフォーマンス披露、やったー、そして新曲披露、やったー、そしてカバー曲の披露が果てていっぱい。4月の3回を予定しております。よろしくお願いします。あとさ400枚。メンバーのさソロパフォーマンスと、あと新曲で乗れる。やったー、新曲だって。あそこのさ600枚ですって言われた時からさ500枚増えてるってことで、すごいね。全員 A 型で真面目だからさ、あと1ヶ月でどのぐらいやらないって計算してたらだけどさ、思った以上にさ、バー曲までできるんだ。しかもさ、2月末の時点でさ、600枚いっててさ、次の月にさらに倍増えてない。新曲だよ、新曲もだよ、新曲だよ。ありがとう、ありがとう、みんなワンマンで新曲できる。しかもカバー曲も、うちらでカバーするやつもあるよ。ちなみにあと400枚で1000円もらおう。1000円もらえる。そこまで行きたい。てか行ける行ける。あと400枚くらいでワンマン無料プラス1000円あげちゃうワンマンにできるので、まだまだ私たち頑張りますのでよろしくお願いします。ワンマン無料にしたい。ということで5月11日は私たちのサードワンマンライブアマテラスが高円寺ハイさんにて行われます。ぜひぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。YouTube 見てる人もまだイザナギのこと知らない人もあと400枚でね、ミッション達成できるので、よかったら皆さんこれを見てる君もぜひアルバム手に取ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。